皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。今回やっていくのはですね、なんとワイラが強化されたんですよね。まあ、ほんとちょっとピンポイントな部分な、ピンポイントな、もう本当にちょっとした部分なんですけど、これがね、かなり大きい強化だったんで、実際ね、使ってね、どんな具合かってのを見せられたらいいかなと思います。それではやっていくんですが、シャッフルだね、まずは。ちなみにワイラさんですね、なんと金バッジまで出てます。で、まだ銀バッジまでしか持ってないんで、金バッジの動画もね、今後撮りたいなと思ってます。バッジコインが足りてなくて腕スタをしなきゃならないっていう。で、ワイラさんのですね、強化内容なんですけど、降臨の儀ですね、召喚時の。なんかでもね、説明欄にはね、降臨の儀じゃなくてね、召喚の儀って書いてあったんだよな。でもレードラとか降臨の儀って言われてるから、降臨の儀だと思うんですけどね、何の違いなのかちょっと分かんないですけど、このストーンって氷の儀を打つじゃないですか。この後の話なんですよね、ワイラさん。いよいよ、このね、前に進む距離が少なくなって、あ、痛い痛い痛い、当たるんか。倒してくれたけど、さすがに。待って待って、え、なんでそんな剣士負けてんの？かられすぎじゃね、剣士さんに。で、チビフォワード勝てないね、これ。この剣士、クソ強いんだか？さあ、ケルロスはやってくれたが、上ラインも危険なのと、ここはなんとかしてくれると思ってんだけど、とりあえず1本やってくれた。やってくれたけど、ケルロスあと1本しかない。あと、なんか虹バッチの、ん？なんか入ってる。虹バッチの朝倉くんがクソ強くて、ケルベロリン、かられかけてる。ただこれ上上がるじゃん。で、あんまり前に行かないから、そう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 、そういうことよね。それができると、前に行かない分、この真下を殴りやすくなってるんですよね、ワイラ君。あ、重ねミスった。重ねミスってことはかられる。あ、かられてない。耐えてる、耐えてくれてはいる。さあ、キャラね、いっぱい出してます。いっぱいいるんですけど、時間が足りるかどうかだね、問題は。これ一回出してヘッジオック、これドハセもう一回打たせようかと思ったら失敗してる。ほい、まあリザここだけ置くか。さあ、間に合うかどうかだね。いっぱいキャラはいってるよ、一応ね。あ、前行ったな。じゃあ前行こう。これいけるね、これはいけます。よかったよかった。で、これワイルドのおかげだね、バランス調整の。白前のここの朝倉くん、今までのワイラだったら前に飛び上がっちゃうから、白前をベタ付けてもあれ触れなかったんだよね、あの飛び上がった後に。あれ触れるのめちゃめちゃでかいわ。はい、それでは行きましょう。続いて、これワイラめちゃくちゃ使いやすくなってますよ。もちろん、あの遠距離から使うっていう部分で、その最初に今1戦目に切ったあのウサギに対して切ったやつとかは、あれも、まあ、出すとこは変わらないと思うんだけど、ただあれもね、良くなったなって思ったのが、あの後に前に行かないからすぐに、また遠距離でチク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 できるよねっていう部分。まあ、もちろんポセイドンにやられてしまったんですけど、あれは多分関係ないですね。あの、前の仕様だろうが今の仕様だろうがそこまで変わらなかった。ただポセイドン以外のキャラだったら、もうちょっとやりやすかったんじゃないかな。まあ、とりあえずやってみようか。まだ一戦しかやってないからね。まあ、前に行くってことで良かった部分も一応1個あるんですよ。それが、例えば相手のね、白前前で取れてる時とか、やべ、ちょっと、相手のね、白前前で取れてる時とかに最前線とかで切ると、あー、行くか。これさ、届くよね、多分。ワイラ。あ、強っ。はい、ワイラ、森友して、これもね、あまり前に行かないでしょ、と。ん？なんで倒したんだ、今。あー、森友か。なるほど。ここも倒しましょう、トレントレ。倒せると思ってる。これまだあのトレントの木触られてないですね。あ、ここからちょっと触られちゃうかな。触られてない、まだ触られてない。ここから触られる？あ、ってこれ、本体触られた？あ、もう倒したね。倒してるならいいや。で、これさ、こことか出してもいいんじゃないの？でもトレント火力すごいから、このロックンロールね、削ってくるんだよね、結構。おー、優秀だ、マジで。え？あー、死ぬよね。すげえ耐えてくんなと思ったら。
さあここだね問題は。はい、ビートルガールスキルドンで、で倒せない可能性があるところをガッツでそっからもう一回救いに行く。うおおって当たってなかったの。え、ワイラ倒した。え、なんでワイラ倒したの。ワイラってさ、あれ、あのフォワードじゃなくて、あのバルキリーに与えるダメージ軽減入ってるはずなんだけど、強くない？普通に。まあビトガで行きましょう。ここも倒すじゃん。取りでくれ。落ちちまう、このままじゃ。で前と違うところで言うと、まあ、ちょっと落ちたと思うんだけど、このワイヤーが前まではここから降臨の儀が終わって前に飛び上がったじゃないですか。で前に飛び上がると、そのままね、飛び上がってからすぐ城を殴り始めたんですよ。猶予もなくみたいな。それができなくなったのかな。さあ続いていきます。ちょっとここからはですね、トロフィーではなくフリー対戦に変えました。白レベルが高い相手だけを選んで、この相手はですね、140近かった、138かなのキメガリーダーですね。まあ、という意味もですね、トロフィーのチケットがなくなってしまいました。はい、回線落ちがあったりとか、カラトロをいただいたりとか、まあ、その他もろもろでトロフィーのチケットがなくなってしまったのでね、できなくなっちゃったんですよ。でもね、動画が途中になってしまっているんで、待って、銀バッジバックくんだけど、動画が途中になってしまってるんで、それはまずいというわけで、はい、手札もまずいですね。やっていきましょうか。ブルドラのみ、まあ、終盤チビクロ流しがあるんで、勝つんだったらキメガをブルドラで潰して、で進撃大型を無視してチビクロ流しなんだけど、ダブル迎撃大型だったら困るのと、進撃大型、チビクロがもし止まってしまった場合が怖いですね、その場合。なんでビートルガールもいいんだけど、ひとまずはデビルかな。ひとまずはデビルを置いてチビグリね、まあ、チビグリは削りましょう。おー、削りきれず、まあ、しょうがなしだね。さあビートルガール置いて、サボテンさ強すぎなんだよ。いかにしよう、そのふざけたキャラ、マジで強すぎ。本当にビートルガールも強いんだけどさ、ビートルガールも強いんだけどさ、サボテンくんマジでさ、イカれてるよね、そのキャラ。俺そのキャラだけ本当になんかぶっ飛んでると思うんだけど、何よりも。これでデビルの方にサボテンが行くんでしょ。でこれアシュラ来るじゃん。で、まあ、吹っ飛ばされるじゃん。ここまではいつものセット。てかこの距離で切ってもさ、打てないかな、打てないか。この上がってすぐ殴れんのめっちゃでかいな、これあれだな。まあアシュラ、まあ、チビクロどうせ隠すから、チビクロどうせ隠しますよってことを考えたら、アシュラこれ切っていいな。アシュラ切ろう、アシュラ切って攻めよう。このなんだっけあいつ、てかこっちばっか、そっか、あれ入るんだけど、カニを突破できるキャラとしてデビル少し残してあげたい。あー、それか、これドローだね。カニだしね相手、これドローだね。完全にドローの流れ。これ無双はほぼ入らないからいいんだけど、削られすぎなのと、かサボテンが強すぎなのと、まあ跳ね返しドーンだね。はい、一生多分君が切ってこないと思う。これ切る必要はない、こっちの方が溜まってるでしょ。これもうどうせドローだしいいやみたいな。もうね、切れないんですよねこれワイラが便利なのは分かるんだけど、それ2発っても関係ないからね。大砲1発しか溜まない、1発分しかいないから最初の。はい、というわけでドローですね。まあこれちょっと攻められなかったね、単純に純粋に。ただまあワイラはすごい使いやすいわ。はい、それでは行きましょう。ラストミラーです。リーダーはビートルガール。ではビートルガールはね、ワイラでやれるんですよね。3戦目なのかな、さっきのお相手うまかったですね。降臨の儀に対してしっかり大砲打って、降臨の儀から受けるダメージを軽減し続けたんで、あれをされてしまうとね、ワイラのね一番強い部分を削られてしまってはいるんですが、ただね、今回のバランス調整は、もしそこを打たれてもその後もワイラ君頑張れるんだよっていうのがね、見せられるところだと思うんで、もうこれでいこうかな。銀バチだけど、まあ金バチの動画も今後撮ろうかと思っているんで、金バチ取れればね、取るのが大変なんだよな、腕捨てやんないといけないから。バッチコインもめちゃめちゃ増えてきたけど、腕捨てやんないと。マルチが10枚こうやって溜まってんだよな。さあ問題、ここ最初どういくか。プリンセスならチビグリ飛べよ、ちゃんと。
かなり早めに打ってるよ。 OK いいよ。デビルいきましょう。おー、それが来るんだ。それ来るなら俺もうこれミノが当てちゃっていいんじゃないのって思っちゃうけど、どうなん、まあ、ひとまずミトがいくか。ミトがワイラミノがだね。で無敵時間解除後に不滅ババババババーン。ワイラ3、ただあのワイラは大砲何発で全部壊れる。ああ一応全部壊れたね。で、あの、なんだっけ、相手の、あれもやれてるね。あれがまず、マジでちょっとか。2発ですか。金バッジ来てるね。今気づいたけど。あれやれるじゃん。ドン。ドン。まあ、バホ行こう、これ。ドン。ドン。あんまり削られたくないんで、バホメット逃がしてあげて、ズドン。オッケーよ。で、相手の城前に魔導がいるんで、あの魔導を倒すために、キャラをね、ある程度残しておかなきゃいけないですよね。まあ、ここ通るじゃん。ここでバフメットとワイラだけでやれるんじゃないかと思ったら、やれないもしかして。ビトが強。まあ、降臨の儀で、削りつつ、これ多分触れるでしょ。うわぁ、強っ。それ触れんのいいね。ここ取られたくないから、一回サボテン置こう。でこの後ビトガだね。この魔導経営ってビートルガールで枯れちゃうんですよね。で上に裏技検証置いて上でもコースを使わして、はい、これでもう修理打てない。ほぼこれがマジヤバすぎる。でチビグリじゃん。デビル守ってる。いやデビルとかチビグリが本当に強くてキャラ数がね素晴らしすぎるんだよな。はい、というわけでありがとうございました。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。ワイラ、強化後でございました。間違いなく使いやすくなってる。特に分かりやすいのは、あれ1戦目だっけ、城前まで取られちゃったやつ。あれめちゃめちゃ良かったね。あれ朝倉やったやつだっけ。そう。あれね、無理。今までだったら。届かない。攻撃が。真下で触れないから。だったんだけど、今回のバランス調整であれ触れるし、素晴らしいなと思いました。ワイラさん。めちゃめちゃ使用感良くなってる。やりやすい。まあ、もともと別に弱いキャラではなかったんだけど、そう。まあ、今回の調整でかなり使いやすくなって、さらに良くなったんじゃないかなっていう。まあ、小回りが効くようになったのかなと。やれなかった部分がやれるっていう、素晴らしいと思います。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。